今日は木内酒造合資会社が作った、ニッポニアという日立のネストビールニッポニアというのを、飲みます。これはですね、ビール麦のね、金子ゴールデンという、そういう種類の、そういうのがあるんですが、それが、まあ、日本で開発されたものなんですが、それに、ホップ、さらに日本で育成されたホップ、ソラチエースというのがあるらしいんですが、この2つを作っ、2つの日本産の原料で作ったビールということですね。で、ニッポニアということらしいです。飲みます。とっても柑橘系の香りが爽やかで、そして味も本当にコクがあって美味しいビールですね。ちょっとどんな色なのか、ちょっと透明なグラスについでみましょう。このように、若干濃いめの色ですね。こんな感じですね。うまいですね。泡をいっぱい立てて、香りを楽しみながら、割とこうちびちびやるといいんじゃないですかね。本当、まだその青い柚子とかかぼすとか、ああいう柑橘系の、皮のところの匂いみたいな感じですね。麦から作った飲み物がこういう香りになるっていうこと自体が全く不思議ですね。いや、ビールっていうのは本当に面白い飲み物です。